セーフ・ムベングはフランスオートイコール・ガロンヌケン・トゥルーズ出身のサッカー選手。ポジションはディフェンダー。新選手属級クラブ所属。セネガル代表。ムベングは7歳の時に地元のトゥルーズ FC に入団した。各カテゴリーを順調に昇格していき、2006から07シーズンにユースを卒業し、4部を戦う B チームに登録された。 翌2007から08シーズンにトップチームに呼ばれ、2007年9月15日のオリンピックマルセイユ戦で途中出場でデビューを果たし、チームは2から1で勝利した。それから2週間後の FC 訴訟戦で再び途中出場し、次の AS サンテティエンヌ戦で初先発を果たすも0から2で敗れた。最初の出場停止2007から08シーズン。 B チームの試合に出場した際に論争を巻き起こした。AS、モナコビートの試合中に、ムベングは、相手選手に危険なファールを行った。この行為に対しすぐさま、イエローカードを提示されたが、相手選手が重傷だと判明したためレッドカードに、代わり一発退場となった。この事態を重く見た、FFF は13試合の出場停止処分を、言い渡し、 2008年3月までプレーできないことが決定した。トゥールーズ復帰リーグ戦は出場停止だったものの UEFA 主催の大会に出場することは許されていたため UEFA カップ2007から08に参加していた。数回のベンチ入りを経てロシアの FC スパルタクモスクワ戦で初先発を果たし2から1で勝利した。同シーズン冬にクラブと3年契約で 初プロ契約を結んだ。2008から09シーズンに正式にトップチームへ昇格。左 SB の役割を与えられ、それまで務めていたジェレミー・マテューは左 SH にポジションを移した。二度目の出場停止チームの中にあって無弁具も好調なプレーを見せていたが、2009年3月14日に再び論争を起こすこととなった。偶然にも、今度は、 エースモナコのトップチームとの試合中に、アルゼンチン人 MF のアレハンドロ・アロンソに対し、激しいファールを仕掛けた。このタックルに対し、イエローカードが与えられ、アロンソはそのままシーズンアウトした。この件に関し、FFF はシーズン終了する6月1日まで出場停止を課した。新鮮 FC 時代2019年2月9日、新鮮士族級クラブに移籍した。 2008年11月19日、1から0で勝利した U-21 ノルウェー戦で U-21 フランス代表デビューを果たし、2009年のトゥーロン国際大会では決勝進出するも怪我で決勝戦は欠場した。2011年5月9日、ルーツであるセネガルのためにプレーすることを表明。その後、FIFA から代表変更の許可が不利、 6月4日のアフリカネーションズカップ2012予選カメルーン戦でアマラトラオレ監督率いるセネガル代表として初出場した CFATFCM ベングエプロン13マチャスサントスタブルデライツトゥールーズアットラストシェイク M ベングエパッセプロトゥールーズツーファイト M ベングエバン感染再顧国5本格加盟新鮮課長新鮮手足玉とも部新鮮課長 shenzhenfc.com.cn2019 年2月10日閲覧。M b ベングウェイ、ジェチョイシル・セナゴル、シェイクン・ベングエシェレライオンズ、ジュペン・セクセル・ボン・モーメント・ポア・モア、シェイクン・ベングエゲッツ・クリアランス・ツー、プレイ・ホー・セネガル、シェイク・ M ム・ベングウ a イ、ジュアベックル・セナゴル。ありがとうございます。